スマートモードチェンジ機能というものがありまして、ATOC に関しては以前から関西弁モードですとか、あと、文語ですとか話し言葉モードみたいな、手動でこちらを切り替えて変換すれば語源がちゃんと出ますみたいなことを提案してたんですけど、なかなかこの機能を知らないと切り替えて使うことってやらなかったです。で、言語分析もありまして、人名優先で変換したりとか地名優先で変換したりというのがあったんですけど、これも自動的に手動で切り替えなければならなかったので、知らないとは使ってなかったという機能なんですね。で、これを ATOC が入力しているような、入力する文章というか、ワードを読み取って、その傾向からこのモードを自動的に変えますというような機能になります。例えば、人名を、タオケハラ、入力するときに人名が続いて入力されると、今指定で言ってるんですけど、人名モードで変換しましたと、確定するとモードが切り替わりますということで、確定すると、こちらを見ていただくと、今複合語の、人名優先モードになっていると。で、勝手にここで手動で切り替えなくても変わります。で、これを逆に人名じゃない、次に普通の文章に戻ると逆に元のモードに戻りますという形で、勝手にここは先ほどの複合語だったのが言語字変化になって勝手に人名とかなかなか変換で出てこない場合があるんですけど、それを優先して変換して、また元に戻すというのが、勝手に切り替わるので、これを意識するとかって、方言ですね、リクジャーキンとか。これだと、話し言葉吸収モードで変換しましたというふうに。それだと、確定すると吸収モードに切り替わって。あ、本当だ。行くんじゃねみたいな変換だと話し言葉モードで変換しますと、確定するとここが話し言葉が変わると。ATOCだと今までいろんなキーの割り付けをしていてですね、F4 キーを押すと A 単語に変換したりだとか、あと何がありますか、住所の変換ですとか、顔文字とか F4 キーとかで言ったんですけど、これは例えばビジネスと入力して F4 キーを押していただくと A 単語に変換できるっていう機能があったんですけど、これも F4 キーっていう機能を知らないと変換できないという形でしたが、今回は、スペースキー、いつもの変換のスペースバーで変換コードとして A 単語をちゃんと表示できるようになっています。以前はこのビジネスというとかが F4 キーを押さないと出てこなかったのがスペースバーだけで変換できるという形になっています。これ辞書引いてるんですか？別の、辞書セットを引いてるんですね。標準の辞書セットではなくて、今、カタカナ語英語辞書という今までは F4 キーで呼び出していたものをスペースバーで呼び出す。なるほど。例えば算数っていうのもスペースバーで記号が出てくると、以前は多分2つ目までの候補しか出てなかったのが記号、算数っていう言葉からできるようになったり、Y という言葉から、フェイスマーク辞書というものを引いてますけど、これも、前は別キー操作が必要だったものがスペースバーだけで変換できる。
ゼロ番キーっていうのが今回から実装されてまして、例えば普通に今日は暑いと入力して暑いというキーワードを変換しますと、まあ、暑いっていう変換になるんですけれども、その一番下のですこの0番のところに推測候補カタカナエイジ連想変換という形で出てまして、この0キーを押すとですね、普通の変換から今推測候補の表示に変わっています。へえ。暑いから始まる、まあ、推測の例文が出ていたりとか、次もう一回0を押すと、まあ、これはカタカナ変換とあとエイジ変換ですね。これスペースバーを押してから0を押して、そうです、はい、あとは連想変換ですね。暑いから連想するような言葉への変換、暖かいとか、そうそう、0を押していくとかなりですね、ぐるぐる変換効果が変わるような形になってまして、まあ、先ほど竹原の方から、ね、ここはかっていう話があったんですけど、まあ、こちらの方もちょっとこうアニメーション風に表示できたりして、こちらは Windows 版の AdoC ではこういう表現ができてないんですけど、今回の Mac でこういう、まあ、アニメーション的な見せ方ができるようになったっていうのが、ちょっとここはかの、まあ、恩恵を受けれてる部分なのかな。キーボード打つときにどうしても自分が押そうと思っている横のキーを押してしまったりするじゃないですか。でそれいうのをエトクが見抜いて、実は、この長のところ横のキーをと押してしまった時に、ちゃんとキーボードってあなたが打ちたいんでしょっていうふうに、あらかじめエトクの方が正しいパターンを出してくれるというような形の機能です。で、過去に1回でも正しく入力していれば、その情報が残ってますので、それを見てます。例えばこのキーボードだと一回正しく入力してるとキーボードを入力するときに正しく入力しますよという機能、メールとかで可能でしょうかみたいな、こういうお願いとかすると思うんですけど、可能でしょうかをこう最後 AK、 KA を AK にですね、場合も、おお、すごい。できるというような機能。で、もし指摘、以前よりその構成支援という部分が、非常に力を入れているところなんですけれども、今回に関しては、普段に使うような敬語を指摘するように、間違えてた場合に指摘を行いますということで、まあ、例なんですけど、例えば、ご乗車、できませんと入力して、ご乗車になれませんというのが正しいですと、ご 乗車できませんというのが正しいですというふうに効果が出ています。これ何キーでしたっけ、解説。コントロールダウン。ご乗車できません。コントロールダウン。は実は敬語上の使い方として間違っていて、オーナーにする、オーナーにするの使い方を間違っている可能性がありますというふうな解説も、コントロール W のキーを押していただければ